Peggy 16.新しいその世界を、同じその世界の延長線上で描くときに、その何を気をつけるか。僕の好きなもので例えてしまうんですけど、ラーメン。このラーメンのですね、味はですね、きっとこう毎日こう食べていく中でですね、ずっとその同じものを食べ続けていると、人間っていうものはその慣れちゃうもので飽きてしまうんですね。で、この飽きっていうのを、どういうふうに直すかって言ったら、それでいて、そのラーメンがまさしく俺が食べたいラーメンだって思うかっていうところの大きなポイントっていうのは、その、ラーメン出汁だというふうに思っています。作品で言うなら一番の根底に流れ出ている、感情感覚、もしくは、考え、そういったものが、この世界がダークソウルであるのだというふうに分かる、一番重要な、変えてはならないところで、そこ以外は実は、いろんなさまざまな表現でもって、その根底に流れるものを支えるものとして、トッピングするものであったりとか、麺を変えてみたりだとかっていうことも、実は、ディレクション次第では可能になってくるんですね。そういったその変えちゃいけないその芯の部分、出汁の部分と、それから変えてもいい、部分、こういったことを、大切にして、もしくは考えて、やってきたつもりです。そうですね、ダークソウル2のテクニカルの部分で新しく進化したところというと、新しいミドルウェア を3つほど導入したというのはありまして、ビースト、モーヒューム、ハボククロスで、それぞれ、ビーストは、光の表現のプラス、ゲームの要素としてプラスしている要素になっていますし、モーヒュームはモーションのブレンディングが強力なところがあるので、そこら辺が各所、特にプレイヤーのその挙動のつながり方とかが綺麗に見えるようになっていますし、ハボククロスは先ほどもクロスの話しましたけども、マップ上の配置物だとかキャラクターの装備品とかがクロスシミュレーションしていくことによって、よりそのリアルな動き、マントが動いたりだとか、そういった表現ができるように、今まで以上にできるようになっていると思います。ダークソウル1から2に、移行するにあたって、特にテクニカル面で重視した点は、主にグラフィックス周りでは、今回は、フィジカルベースレンダリングという、主に今後の世代特に重要になってくる、レンダリング手法というのを取り入れて、よりフォトリアル、な表現ができるようになりましたので、例えばその一つの服の中でもいろんな革の素材、同じ革でもその使い古されてザラザラした革ですとか、新しいツルツルした革とか、あるいはバックルの金属の部分とかが、いろんなマテリアルがこう一つの服の中にこう入り混じっているような表現が、できています。今回、ビジュアルで最も、プライオリティを置いたところっていうのは、まずその世界観のベースとして、呪いの世界、これが、非常に重要なキーワードになっています。ですので体験してくれるユーザーには、そういったよりその世界の裏側に隠れた呪いであるとか、表面上にすぐに現れてくるものではない背景にある、もしかしたら黒いもの、どす黒いもの、深いもの、そういったものを、いろんなその端々から、それはアイテムの説明であったりとか、ある人の何気ない一言であったりとか、そういったことから、ぜひ感じてもらいたいなと思っています。今回ですね、フォトリアルとか没入感とかを重視するにあたって、特に環境に対するインタラクションですとか、そうですね、動的な環境変化っていうところを、重きを置いてますので、例えばその
草が風で揺れたりですとか、まあ、自分が剣を振ることによって、まあ、周囲の草が揺れたりとか、あるいはですね、まあ、松明をつけることによって、まあ、周囲の環境がより今まで見えなかったものが見えるようになったりですとか、あとはその海ですとか、そういった自然表現とかもより、力を入れて開発しています。僕で答えられる話は主にデザインの話になるんですけども、やはり先ほど説明させてもらった、感情の部分ですね。基本的にはどういうふうにエモーショナルによりなるかっていうことを非常に今回は、重要視してデザインしてきました。それが、実際にゲーム体験となって、ユーザーに感じてくれる、感じてもらえる幅が、増えたのではないかなと思っています。僕から、ファンに一言メッセージを。また広い世界が広がっています。絶望とそれから困難の道ですけれども、ぜひ、思うがままに進んでいってください。ありがとうございました。